一応見てな。エアコンフィルターの交換方法、実際交換はしません。ミニクーパーです、うん、この辺は自分でやってもらってもいいかな。これは自分でできる、うん、めっちゃ簡単だから、まあめっちゃめんどくさい人は車屋さんに頼んでください。でも電気がないとこれ見えへんな。そうやねんな。で、これじゃないで。これじゃないで。お、グローボックスじゃないの。このまま下やね。ほんたら、一旦ちょっと私潜って探そう。この、あった。めっちゃ簡単や。うん。なので、これはもう自分でやってください。ほんで、ほんで、この前の方もそうやねんけど、前の方は手でパチッといけんねんけど、うん、こっちのミニクーパーの前の方ってこと、こっちの方は、うん、このここあり、うん、ここの爪の引っかかりが大きいから、うん、だからこれを分かる、こういう感じで起こしてほしいね。あでまた持っとけへんかったら、あそうか、また戻りよるね、戻りよるから、これを入れて、うん、この真ん中のこれをここを、うん、手前にな、あ、引っ掛けから外してほしいね、うん。はいはい。で、ようみんなこうしてバッとするんだけど、うん、この引っ掛けが引っ掛かったまましたら、向こうで割れてしまうから、うん、それだけ気をつけて、あとはもうベランと。この引っ掛け結構な、うん。ぶってやっても割れへん？割れへん、割れへん。だからこれを、こじるんじゃなくて、あの引っ掛けを外すみたいな感じ。うん、うん。だから、これを、ベロッとするんじゃなくて、うん、ここに、これを、引っかかりを浮かす、浮かす、うん、こんな感じで両方やってちょっと支えて、うん、でやってもたらこういう感じで、うん、あまた、うん、ええかげろ、なんかつけたやろ。でもこのでも、うん、とりあえず外すで、うん、これな結構え、こんな感じで、どういうこと、長っ、長やろ、え、まあ、じゃあ30メーターまでは行けへんけど、まあ40センチ。円になってるってこと？こういう感じで入ってね。ほんで、この、外品のやつは、上下とか、あんね、うん。でも、今まで見たやつは、色が違うやつは上下あると思う。で、この色の一緒のやつあるやん。うん、純正とかやったら、どっち、うん、どっちも何も変えてないんやんか、うん。だから、まあ俺からしたら色の一緒のやつはどっちでもええと思う、うん、でマークが書いてるやつはマークに従ってます、うんうんうん、でその色の違うやつはもう色の初めにこっちが緑やったら下が緑とか、うん、で次入れるのが、入れるのもまあ、難しいことないね、これ見て、このちゃんとその波形にわかるかな、あ、うん、あこうした方がわかる、波形になってるやろ、こうやろ、うん、そうそう、うんうん、だからもうこのその形にここに沿ってこう入るってことですね、そうそ う, 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 そうだから溝に入れてもうたら、うん、スーっていってくれるってことやな、まあやってみて、うん、だからこのまあ結構潜らなあかんねんけど、うん、でもな、うん、今ね、うちシートとか全部外してるんでね、こんなんやりやすいけど、できるけど、見て、うん、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ、うん、で、こう溝に沿って引ってもうたら、うん、勝手に入んねんけど、うん、こういう柔らかいやつは、うん、要はここ持つやんか、うん、ここがぐちゃぐちゃになんねんやんか、だからそれもってことを、うん、だから両手で、うん、スムーズにこうやって押して入れていってほしいね。あ出すときはもう交換やから、ぐちゃぐちゃでもいいんだけど、うん、入れるときはここ、だいたいみんな、ヒップあたりこう押したりするから、ぐちゃぐちゃになるから、そこだけ下げて、気をつけてもらったら、ね。前から、こういう感じで優しく、ここが曲がれへんように。うん、で、あとは、もうパチパチと。パチパチ。それは簡単やな。そう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 。でも取るときだけがやっぱりこのほら、奥に引っかかってるから、うん、こうほらわかる、こじても向こうに引っかかってたら割れるから、うん、だからあのマイナス先のちょっと太めのマイナスね、うん、両方起こすような感じ、うん、でやっぱこれもあれやな、もうレギュレーターの恐怖心があるから、内張りとかの何でもな、木張ってももっと難しいイメージやもん、うん、まあだからこれの注意点はあの
初めの時にこうバーンと無理やり個人と優しくやってもらって、うん、浮かしてもらったら、うん、であと蓋開きます。両手で優しく入れてもらうのと、で社外と純正があるから裏表だけ、うん、それはもう買ったあれに書いてるやな、ちゃんと。いや社外品やったら多分マークあると思うけど、うん、純正はどっちでもいいから。ああそうやな、さっきのな、ミニって書いてたやつやろ。そう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 、うん、こんな感じです、うん、もっと難しいと思ってた。いやこれは簡単、うんうん、これでもあれ新車、日本車でもさグローブボックスバチってやるやんか、うんうん、新車の時はめっちゃ硬いやん。あこれも柔らかい、柔らかい、柔らかい、新車の方が柔らかいかも。なそれ、プラチックが新しい。まあこんな感じです。簡単なのでエアコンフィルター交換したらあのいい匂いがすると思う。15万キロ置きやったら、そう、あ、じゃあ1万5千、1万5千か1年ごとに、まあ、1年ごとやな大体、ね、うん、もうこんだけ長かったらでもめっちゃ綺麗な、うんうんうん、やってみてください。簡単です。またチャンネル登録とこれお願いします。